探偵さん、すごい暇そうだけど、事務所大丈夫なの？そうなんだよな。電気代も食料品も値上がりしてるし、依頼来ないときついんだよね。やっぱり値上がりしてるよね。この間いつも買うパンがちょっと高くなっててびっくりしたんだけど。そうなんだよ、暇だったからちょっと調べてみたんだ。例えばみんながよく買うパン、パンの価格は2022年から上がってるんだよね。ポテトチップスとかチョコレートでも同じだった。値上げは困るな。だよな。でもね、実は物価上昇は必ずしも悪いことでもないんだよ。物やサービスは企業が売っているよね。その値段が上がると企業の売り上げが増える。そうすると企業は働いている人の給料を上げられるようになる。お給料が上がれば物価が上がっても安心して買い物ができるようになるだろう。でもさ、ずっと昔から物価ってあまり上がってないって聞いたんだよね。そうなんだよ。日本はこの30年くらい物価も賃金もあまり変わらず横ばいだったんだ。でも外国はそんなことはない。国によっていろいろな事情があるから単純な比較はできないけれど、このグラフを見ると日本だけ物価と賃金の伸びが鈍いのがよくわかるよね。うん、日本だけどうしちゃったんだろう。いろんな理由があるんだけど、注目したいのは企業と消費者の気持ちなんだよね。気持ち？そう。例えば大好きな菓子パンがある。君たちはその菓子パンがいつも同じ値段で買えると思ってない？そりゃそうでしょう。同じ値段で買えるでしょう。でもパンの原材料である小麦やバターの多くは外国から輸入していて、輸入価格が上がることがある。原材料費が上がるんだから、パンの製造会社はできれば値上げしたい。けれど値上げしたらお客さんを競争相手に奪われて二度と買ってくれないかもしれないと怖くて、なかなか値上げに踏み切れない。だから原材料費が高くなっても企業が我慢してきた面があるらしいんだよ。ずっとこんな状態が続いたから僕たちは安さにすっかり慣れきってしまい、企業はますます値上げできなくなった。そもそも売上は大まかに分けて、原材料費、働いている人たちのお給料、企業の取り分に分けられるんだけど、商品の値段が変わらず売上が伸びない状態で原材料費が上がった場合、お給料を減らすか企業の取り分を減らさなければならないことになるよね。つまりちゃんと値上げができないと利益も出せなくてお給料も上げられないもんね。そう、企業は商品の価格を上げて原材料費の値上げをカバーし、そこで働いている人たちのお給料を上げ、その上で利益も確保しないと経営を続けられなくて、結局働いている人たちも損をする。じゃあパンの値上がりも受け入れろってことなの？そうなるかな。経済がちゃんと回っているかを考えるとき、実は物の値段の集大成である物価はとても大事な指標なんだ。物価が緩やかに上がりながら企業が元気に活動し、賃金が上がっていくことが望ましい姿なんだ。賃金が上がれば物価が上がっても物が買えるようになるし、それで企業の売り上げが増えれば賃金もまた上げやすくなるという好循環が期待される。そう考えると物価が上がっても賃金が上がれば悪くないのかもね。それともう一つ、推しの商品や好きなお店はできるだけ長く付き合いたいと思うよね。値上がりしたからといって僕たちが安い方に流れて推しの商品を買わなくなったらどうなるだろう。その会社やお店は経営が続けられないかもしれない。値上げがあっても買い続けることは実はみんなの推しを応援することにもなるんだ。そんな気持ちでこれからは物の値段の動きをよく観察してみるといいと思うよ。好きなら値上げがあっても買い続けて応援しなきゃダメなのかもね。応援の気持ちか。
探偵さんのことも応援してるから頑張ってね。手始めにもっと物価のことについて詳しく分かりやすく教えてくれる？オーケー。でもそれは別の動画で。